こんにちは。古武道研究会妙心館の早坂です。本日は忍法体術についてお話しします。忍法体術の起源はそれこそ戦国時代以前からずっと続くのですが、残念ながら明治維新を迎え廃刀令が発せられ、日本出しの時代が終わると、その格闘技のスタイルも変わってきます。忍法体術は進化とともに進んでおり、明治時代、大正時代、戦中、ここで身につける技術は日本刺しの技をそのまま活用できません。そのため特殊工作員とされた人々たちは、いわゆる琉球の空手、日本の合気柔術、この技を身につけて忍法体術が進化しました。それは太平洋戦争中に中国大陸を含め東南アジアで活動する特殊工作員が自分の身を守るために編み出された技術で、それは戦国時代からずっとつながってくる技法とともに進化したという流れがあります。私の師匠前原清美先生は、この体術の中で一番重要なのは三角という構えを持っていく、すなわち広げて自然体になる時点で手の動きがこういうふうに変わる。この構えを忍法体術の構えと位置づけております。さらに手のひらを下から持っていく、こういうふうな技の変化です。先ほど示した伝書で柏浦先生の解説が書いてあります。さらに組技を披露してこの技法の意味を解説しました。